和田智子、1964年4月16日隊は、新潟放送の元アナウンサー。現在は、フリーアナウンサー及びラジオパーソナリティとして、同社と契約している。新潟県柏崎市出身。新潟県立柏崎高等学校を経て、国学院大学文学部卒業後、1987年春、新潟放送に、アナウンサーとして入社。 石塚香里らと同期である。テレビ平日夕方の BSN ニュースワイドのキャスターなどを担当後、結婚し退社した。結婚、出産以降は、新潟市内の中学校で非常勤講師を務めた後、週末を中心に結婚式などの司会業を続けていたが、2006年からフリーとしてアナウンサー活動を再開し、古巣の新潟放送と契約。 同年8月11日からラジオ金曜昼のワイドワーク金ラジーのパーソナリティを引き続き2007年春から2010年春まで平日午前近藤武康の独占ご機嫌アワー水木曜のパーソナリティを歴任した同年4月8日からは平日午後午後楽木、金曜のパーソナリティを務めている同番組では昼下がりの和ダム。 午後に舞い降りた打点使をキャッチフレーズに様々な企画を展開している。ありがとうございます。